り放浪記。大人の休日クラブパスを利用してご主人様と大沼公園、函館の旅。函館ではセンチュリーマリーナに2泊したよ。ちょっとだけ戦略法を伝授するぞ。
それじゃあ。これも。悲しいね。
クワク。いいねセンチュリーマリーナは人気のホテルだから、混雑を避けてお得に過ごしたいよね。えなりは戦略を立ててなかったから、後悔もあったけど。まあ、負けるが勝ちって考えもあるからね。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。